船舶左側にお進みください。はい、皆さん、それではただいまから76ミリ砲について簡単にご説明いたします。この76ミリ砲はイタリアのオットメラロッサで開発され日本国内でライセンス生産されています。それでは皆さん、こんにちは。こんにちは。76ミリ砲は射程 10km 以上、発射速度は毎分100発となっております。また76ミリ砲は無人化されており、艦の中枢にある CIC と呼ばれるところにある射撃機装置というコンピューターで制御されております。76ミリ砲は艦の上部にあります広い円盤型のレーダー、これですね、これが上にある、はい、そのレーダーによって敵を捕捉、戦艦に近づくミサイル、航空機、また敵の、艦艇等を捕捉し、自動で未来機を計算して76ミリ砲をその方向に向けております。それでは76ミリ砲の機敏な動きをどうぞご覧ください。2つの説明あり、
を行いたいと思います。まず簡単に手術についてご説明いたします。手術はアメリカ製の高性能スタジウミ気管法の略称となっています。手術の役割につきましては、近づいてくるミサイルや低高度で飛んでくる航空機を自動で捕捉して迎撃、弾幕を張って迎撃する近接防空システムとなっています。それでは左の皆さんにをお見せしたいと思います。マイクの後ろノベンバーパパとご賞番長マイクノベンバーパパ左側足変わった。静止185度とする。今ハバリミット黒字をよくつけて若い3分前準備は2個準備よし、はい、関係よし、はい、領地まで2500m になりました。ラップよし、課長課長入港用意。入港用意。ラップ入港用意。はい、一つ、フィーストテイス。はい、了解。はい、はい、フィーストテイス。はい、左手、セット。はい、左手、ショート。はい、後部衛星の貸し替えないじゃなし。はい。Thank you.
もうしばらくお待ちください。